よし、それじゃあ2つ目のイベクエということで、競争襲来獅子が奏でる肉体美、月光ラジャ2体だね。で、多分、マッスルボディのやつだとは思うんだよね、この雰囲気は。お礼に称号と重ね着の素材を差し上げますとのことだから、まあもう受注ハックマッスルボディだね。もしかしたら防具の方とかあるかもね。前のマッスル防具もあったから重ね着だけじゃなくて。はい、まあその辺の確認もしていきましょう。よろしくお願いします。まあさすがに同時ではないでしょ、いきなり。いや、同時なんかいいきなり同時なんかい。しかもでかくね、最大じゃない、どっちも。でかすぎんだろ、でかすぎんだろ。クソ最大金貨やん、明らかに。いやー、息間に合わないよなそれ。140ラージャンバリのでかさじゃないこれ。危ねえ、これ柵上げれるはずだから上げた方がいいか。大体こういう同時系って最初柵上げれるもんだしな。やってるぞ危ねえ、一応避けれました。よし、おとなしくしてもろて。2回目、はい、行きよし、食いどうぞ。おっ、あ、ナイス。いや、これは使わない手ないやろ。ここで先行やって、よし、総流合戦できるのいいじゃん。よし、大体2等クエって総流こうやって入れること難しかったりするからいいじゃん。よし、腕硬化してたら地面割れの方が、地割れやった方が強いはずだけど。よし、腕硬化しないんでひたすらビーム連打。よし、総流いただきます。もうカキリムシ、野生のカキリムシいるうちにこれをやらねば。あ、こっちの方が体力低いな。よし、お前が先にお亡くなりしていただきましょうか。なんかよくわかんねえが、こっちの方が体力低いな。ビームの火力差が違う、火力差がある。さっき、なんで当たらないのそれどうしてどうしてなんだけど、なんで当たらないのかな。当たってもおかしくないと思うんだが、あの地割れは。なんでや。あ、柵の土今か使えるようになったの。最初行かなくてよかった、逆に。こう来た、よし、ナイス。よいしょ。あ、アイキ怖っその場にとどまってたから今、アイキ怖っ。ここはリバブラ、大丈夫か俺のガラクたち。アイキ、よし、この後派生あったっけ、ないか。確かこいつが体力低い方だもんな。もうさっさと頭解除して終わっていただきましょうか。よし、からの、えいっ、リバブラ、オッケー、今うちに。よし、まだ合身使ってない、まだ合身使ってないぞ。ナイス。なんか左のラーメンの方がでかいな、気持ちいい。なんだかすげえこれ混戦中の混戦なんだが、なんだこれは。アイキー、やばいな、ヒールがないのがやべ。このパーティーにヒールがいないぞ。エグゾプライマルダメなんで。やばいんじゃないか。いや、しゃあない、これはもうしゃあない、鬼畜だね今まで以上に。そういえば最初から合流してるとこれ初めてじゃない。よし、もうサンブレイク終わり側のクソ鬼畜難易度クエストが出てきてるじゃないか。あ、よし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 。あ、なんか違う気がする。どっちだろうこれ、弱いの。どう、わかんないんだけど。どっちだこれ、中か、あっちの気すんだけど。チクったか、やらかしたか。弱い方を先に倒したいんだけどな、できれば。強い方を。よし。イヤリン来ちゃったかもしれん、これは。来たね、テイム砲。あとなんか体力高くないか。弱いって言っても、そういえば、はっ。いやでも壁当てしてないからわかんないか。さっきのルナガナと一緒じゃねって言おうと思ったけど、結構タフいね、とにかく。体力差とかよくわからんな。
よし。いや当たるんかーい。オッケー。はい、きまだだよね、まだだよね。まだだよね。まだだよね。よしよしよし。あ、行き。弱ってくれ、頼む。スタンが取れれば。えいえい。スタンさえ取れればどうにかなる。いやー、ちょっと岩よりそっちの方が早かったか。いや、やばすぎだろ。やばすぎだろ。岩使えばいいんだよな、でもな、これな。よし、弱ってくれー、頼む。弱った、弱ってる、片方弱ってる。こっちか。いや違う、あっちが弱ってる。ターゲットカメラがちげ。よし。カオスすぎる。もうダメだろこれ。おかしいって。よし、何起きたのかねえよ。よし、終わった、マブで。あ、行き、あとこいつだけだ。一体倒せればもうあとはどうということはないからな。避難は止まらんが。よし、危ねえ、超カオスだった。今までのイベケンの中で一番カオスじゃないかこれ。最初から同時に一頭だしな。競争襲来どれもさ、片方が弱ってから出てくるみたいなのがもう恒例だったけど、今回の違うからな、最初からいるからな。すごかったな。しかも最初に策使えない状態で始まってたの、あれも相当鬼畜だよな。人の心とかないんか、カプコンさんよ。心ないんか。みんな言ってたもんね、競争襲来最初から最初から合流してたらいいのになーって。よかったじゃん、みんな声反映されたぞこのペースと。みんなが言ってたことじゃんね、これ。最初からいてくれたらいいのになーって。過去最高難易度になってるわ、ちなみに。よし、弱るんじゃないかな、そろそろ。ビーム来るか、ビームではないか。はい、き丁寧に立ち回ればもうね、ラージャン一体だしね、言うて。ちょっと頭に当たらなすぎてやばいけど。よし、はい、き、もう一回来るもんな。よいしょ、弱った。捕獲は甘え、捕獲は甘え。はい、きよし。いやー、それ早いのよ本当に。鬼畜の所業よそれ自体も。こいつスタン取ってたもんね確か。よしよしよし。いや解除され、解除されないけど。よし、最大サイズ更新。いやだってでかかったもん、規格外サイズレベルだったんだね。落とし物やば、装備したからか。すっげえ落とし物がある。あと、亡骸消えるまで結構時間あるっぽいな。でも最初から2得意だから、なんか特殊なんだね。いや、なんとかクリアできた。1オツ7分55秒。結構かかるね。いや、だってな、どっちも体力、低い方いるって言っても、結構体力高かったと思うんだけど、これ。よし。俺の火力が足りてなかったのかな。いや、でも結構殴ってたと思うんだけどな。いやでもあれだね、回復が欲しいね。盟友が欲しいわ、このクエスト。ソロだと、難易度、だいぶ高くない？用意されてるクエストの中でだったら、一番高いんじゃないのこれ。っていうぐらいには結構鬼畜な難易度になってたね。終盤でおもろいクエスト出してくるな、カプコンさん。報酬は、あれだよね。マッスルのチケット証明 G。G なんだ。懐かしい。マッスルの証明 G。最近 GQ とかなくなっちゃってるから。まだだ。まだ君の筋肉は満足していない。囲い合いに渡して限界までバンプアップだ。パンプアップでした。ごめんなさい。噛んだ。見に行こっか。重ね着。マッスル極みの生産が可能になりました。重ね着だけかな？もしかしたら。アイスボーンで言うところのマッスルガンマのやつが。
追加されましたね。懐かしいな。来週で最後か。悲しいな。イベクエもう終わりか。まあ、そろそろ新作がね、出てくると思うんで、新作が。懐かしい。懐かしいな。普通のマッスルがこれなのよ。普通のマッスルが。まあ、細マッチョなんだけど、このマッスル極みになると、まあ、パンプアップされると。一気にハンマーバッキかなみたいな、背中に鬼が描かれてそうな感じのマッスルボディになりましたということで、あと一回クエスト行くんだけど、今日の動画は早めにもうこれで終わりにしたいと思います。じゃあみんなも理想のモテモテボディができ、理想モテモテ、ちょっと鍛えすぎな感じあるけどな、もうボディービルダーのすごい屈強な男になっちゃったけど、あとそういえば称号見よっか。称号もあるって言ってたもんね。称号は2王ビッグ KO。 いいじゃんさ、ファンが作ったやつなんだけど、とうとう称号にまで出てきたんだ。カプコンさんめっちゃ大好きやん。いいじゃん。はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。この称号と重ね着手に入るんで、よければイベントクエストみんなも挑んでみてください。はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。さよなら。